俺の名前は桃木聡、関東連合に所属するセクシー男優だ。兄貴、出番だぞ。よし、そろそろ行くか。もともと暴走族だったはずの俺は気づけば弟と共にこの業界で腰を据えていた。関東連合というのは東京の不良や暴走族が集まったいわゆる半グレ集団で、今時ヤクザとかダサいっしょ。それね、厳しいルールや縛りのあるヤクザの世界に入るのはだるいという連中が集まっていた。東京の裏社会で権力を持ち、芸能界とのつながりを構築した関東連合だが、それはここ数年の話で、1973年に結成された当初は複数の族の連合体として幹部会議が開かれるだけでしのぎも何もなかったらしい。しかし関東連合のブレーンでリーダー的存在だった川野さんが AV プロダクションの経営を初めて成功し、資金がないと何もできない、だから女を金に変えるんだよ。90年代後半から関東連合は資金力と影響力をつけたのだ。メンバーはそんな川野さんの下で手足となって働いていたが、あんなに儲けてるのに俺らには1円も入ってこないんですよ。利益は川野さん一人が独占し、ビジネスが成功すればするほどみんなが不満を募らせていった。するとブラックエンペラーという族の総長を務めていたメタテさんがクーデターを起こし、これ以上ついていけないっすよ兄貴。川野さんは関東連合から追いやられ、最高権力者は川野さんからメタテさんに入れ替わった。実はこのメタテさんも IQ145 を超える超頭脳派の男で、今後の収入源を確保する必要がある、俺たちで AV プロダクションを設立するぞ。はい。川野さんの下ですでに業界のノウハウを培っていた俺たちは改めて AV 業界へ進出した。目立てさんは川野さんの二の舞にならないよう経営方針を180度変え、幹部だけが得するやり方はするな、それじゃ下の人間が育たない、俺たちのような下っ端の人間にも利益が配分されるようになった。この業界で稼ぐには何より商品となる女の子を取り揃えていることが重要で、女がいないと始まらないぞ、女優の調達にもっと力を入れろ。はい。スカウトマンには 25% のスカウト料が支払われることになった。読者モデルの男などをスカウトマンとして雇って、渋谷や原宿、六本木に派遣し、ねえねえ、そこの美人なお姉さん、がっつり稼ぎたくない？え？女優候補になりそうな女を路上で引っ掛ける。しかし AV や水商売などの利権が絡む業界はバックにヤクザがついていることがほとんどで、おい誰だてめえら、ここは俺たちの島だぞ。勝手に彼らのテリトリーでスカウトをすると、当然縄張り争いに発展する。しかしそれはあくまでもヤクザ同士のルールであって、関東連合には適用されない。俺らがどこで何しようかてめえらには関係ねえだろクソが。路上での揉め事に対応できるよう幹部も自らスカウトとして街に立っていた。時にはケツ持ちの暴力団が怒鳴り込んでくることもあったが、ヤクザを舐めじゃねえぞこのガキンチュエ、おいそっちこそ舐めてんじゃねえぞ。逆にヤクザを大勢で迎え撃ち、ひるむことなく勢力範囲を広げていった。ちなみにスカウトが成功しやすい女の特徴は大きく3つのパターンに分けられる。お願い、人助けだと思って話だけでも聞いてくんない？別にいいけど。1つ目は病んでいろいろとどうでもよくなっている自暴自棄な女だ。2つ目は田舎から上京してきたばかりの世間知らずな女で、私タレントになりたいんです。セクシー女優になって売れるのが芸能界に入る一番の近道だよ。このタイプは総じて頭が弱いことが多い。タレントになれるのなんて上位数パーセントだけで、そもそもセクシー女優として売れること自体が難しいが、じゃあここにサインしてね。はい。芸能の仕事に憧れて東京に出てきた女の子は、こんな夢のような話に乗せられることが多い。そして3つ目はホス狂いなど借金があってまとまった金が必要なパターンだ。なあ、支払いどうすんの？割のいい仕事紹介しよっか。売掛金が払えなくなった女をホストと組んで女優にすることもある。こんな強引な手口で女優を確保していた俺たちだが、女に出演の強要はしなかった。うまいこと言って女を乗せろよ、じゃないと後々面倒なことになる。はい。訴えられるとキリがないため、強要には細心の注意を払っていたのだ。業界ではご法度とされる他社の女優の引き抜きもやっていたが、うちの方がご給料も待遇もいいよ。てめえんだから女優がうちに移籍したいっつってんだよ。そんな、関東連合を恐れて所属先が泣き寝入りすることがほとんどだった。
しかしビジネスを確立してからは元の所属先にもしっかり移籍金を支払うようになり、今日からよろしくお願いします。関東連合の AV プロダクションは会社としてどんどん成長していった。そんな中、俺たちに大きな転機が訪れる。小日向奈々子、うちからデビューすることになったから。マジっすか。人気グラビアアイドルの AV デビューをなんとうちで手掛けることになったのだ。実は当時彼女は違法薬物の使用で警察に追われてフィリピンに逃亡中で、どうにかして不起訴に持ってけないかな。うちからデビューするなら凄腕の弁護士を用意してやるよ。早期着放を手助けするのを条件にデビューを取り付けたのだ。フィリピンでの撮影を終えると彼女は帰国して警察に出頭し、おい、これ見たか？小日向奈々子のデビュー作。見た見た、早送りせずに全部見た。彼女のデビュー作は20万本超えの大ヒットを記録した。しかし時代の流れもあって、その後の業績は下降の一途をたどり、人件費削減のためにこれからは極力身内で仕事を回していく。みんな頼んだぞ。うちのメンバーで監督と演者まで賄おうという話が出た。するとなぜか俺が男優をすることになり、桃木兄弟は二人合わせてやっと一人前だから、芸名はチューペット桃木だ。いいな。俺は関東連合に所属したまま男優デビューを果たした。ただの暴走族だった俺にとってはまさかのキャリアチェンジで、いい思いして金もらえるんだから楽な仕事だよな。楽じゃねえし。仲間からはからかわれたり羨ましがられたりしたが、とにかく与えられた仕事に取り組んだ。しかしそんな日々は長くは続かなかった。関東連合は2012年に六本木のクラブ襲撃事件を起こし、標的が現れた、五条目のクラブに向かえ。はい。被害者の男が死んで18人が逮捕されたのだ。実は数年前、対立グループの集団に関東連合の OB が撲殺される事件が起こり、許さねえ、いつか絶対奴らに復讐してやる。その時の報復として犯人を襲撃したはずが、メンバーが襲ったのはそいつによく似た全くの別人だと判明した。無関係の男を殺害してしまったこの襲撃事件がきっかけで、関東連合は解散に追い込まれ、まさか人違いだったなんて、そんな。襲撃に参加していた俺の弟は実行犯として懲役13年の実刑判決を食らった。関東連合が解体されるとメンバーは暴力団に入ったり闇金を始めたりして、それぞれ別の道を進んだが、関東連の勢力が落ちたと思って舐めてんじゃねえぞ。俺は次の道が見出せずに半グレを続けて逮捕され、その後も成功とは程遠い人生を送っている。男優時代は複雑な心境だったが、今思えばあの頃が俺たちの全盛期だったのだ。重要指名手配犯か。兄貴今どこで何してんだろう。襲撃事件を指示したリーダーのメタテさんは、事件から10年以上が経った現在も逃走を続けている。Thank you.